八条宮俊市人新郎は、戦国時代から江戸時代前期にかけての皇族、家人。八条宮、大儀町天皇の孫にして、真根人新郎の第六王子。母は、果十字春右の女、新城東門院。同母兄に、御陽税天皇、教育法新郎らがいる。幼少は六宮、小助丸、ロ、陰丸、通称は、幸丸、智ル、 一般には八条の巫子と呼ばれた。すぐ上の兄である、国喜び神皇が、織田信長の勇士であったのに習い、年人をも、天正十四年、今出川春末の圧戦によって、豊臣秀吉の勇士となり、将来の官白職を約束されていた。しかし、天正十七年、秀吉に、実施、鶴松が生まれたために改約となり、同年十二月に秀吉の創生によって、 八条の宮家を創設した。天正十九年一月、新皇宣言を受け、ついで元服して、式部教に任じられる。慶長六年三月、一品に助せられた。天正五年七月、細川雄斎から、古今伝授を受け、寛永二年十二月これを、老いの御水の天皇に送電し、ここに、いわゆる御所伝授の道が開かれた。さらに作り庭の際にも優れ、 元下六年から、家領の下桂村に別名を造営する。この桂浦五別名が、現在の桂利休であり、八丈の宮は後に京急と呼ばれた。慶長三年、豊臣秀吉が死んだ直後に、兄の御用税天皇は、当初皇位継承者とされていた実子の吉人親王を、敗して、弟に当たる義人親王に皇位を譲ろうと、考えたが、周囲の反対で断念している。 結局、後位は、慶長16年に、吉人新郎の弟の正人新郎が継ぐこととなった。寛永6年4月、守護をわずらって皇居。去年51、子孫は、八丈の宮家や、聖画家の広畑として栄えた。学問文芸の素養が高く、若年から和歌と連歌に堪能であった。文禄5年、細川雄才から、伊勢物語、 宇宙銀などの公釈を受け、二条派科学を学び、また、里村上派からレンガを学び、一字名を色と称している。長寿手からは、自邸で、しばしば歌会を催し、この絵の部広などの行進の歌人の育成にも、尽力した。自筆の読み草や、非戦州が多数残されているほか、年人新郎魚器慶長9年、タバコ説、江戸道中日記、 寛永二年などの著述が知られている。また、古典の収集、著者にも熱心で、現在、京急本と呼ばれる、蔵書群の基礎を築いた。ありがとうございます。